こんにちは、はい、こんにちは、どうもです。はい、はい、というわけで、はい、いやいや、何ですかこの可愛いのは。見て耳、耳、あ、耳、猫耳、猫耳、あ、でもね、猫耳つけて、うん、うちの猫にわーとかって言うと、うん、喜ぶんだよ。あ、携帯をなんか意識するのかな、うん、猫の猫、ね、猫耳のあの、はいはい、キャップっていうか、あの、うん、ニット帽をかぶって、もうずいぶん前ね、はいはい、でうちのモフモフに、あの、うん、モフモフほらって言ったら、うん、いつもと反応が違うの、うん、なんか、うん、なんかそんなのありみたいな、あ、うん、わかんないけどね、なんか猫の中の猫神様、そう、うん、なんか、あ、まあまあまあ思い出すのかわかんないけども、はいはいはい、あ、でもですね、うん、そう、あの、ぬいぐるみ体質が着ぐるみ体質って言われていて、なるほどね、うん、前にも言われたんだけど、三富さん、うん、あの、かぶり物いいっすよって、しんちゃんなんかぴったりっすねって言われて、しんちゃん、うん、でっていうのはね、うん、ちっちゃいでしょ、うん、であんまり大きい人は入れないので、あ、そういうこと、はいはいはい、そう、だから、あの、そのサイズだったら、うん、ぴったりしんちゃんに入れます。ああ、いいですね、しんちゃんのあれか、着ぐるみか、そうそう、着ぐるみ、うん、しんちゃんでもなんか、うん、他のものでも、うん、うん、って言われて、なんかないかな、他に、うん、そう、ああ、いいじゃないですか、うん、嬉しいんだかなんだか分かんないんだけど、もっとちっちゃい系のあれか、着ぐるみか、そう、なんかちっちゃい系の、うん、なんか、はいはいはい、あのね、手足っていうか足はそのまま出るみたいな感じの、うん、一瞬ね、それでちっちゃい系の着ぐるみなんかあったかな、なんかあったかなと思って、一番最初に浮かんだのが、うん、C3P 足だ、R2D2 ちょうどいいかも、はいはいはい、あれいいですよね、うん、あ、いいじゃん、プルルルとか言ってこうやって、うん、私 の、 あの友達で、うん、なんかあの、うん、映画の宣伝をやっていた時に、はいはい、あのペンギン、うん、あのに、あ、はいはいはい、ピングじゃなくて何だっけ、なんかそのペンギン物語みたいな、うん、に入って、うん、でなんかのイベントの時に先輩がそこにいたんで、うん、先輩先輩って何みたいな感じで驚かれたって言ってたけどね、うん、そうだ、スリーピオがアゼビア、R2 ができるんだったらイオークがあるじゃないですか、うん、よくかぶり物、この辺チャックあってもいいみたいな、うん、そう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 、そう、ああ、いいな、うん、どっかで借りられたらいい、うん、あ、前にね、話全然映画に行かないけど、もう一個ですけど、はいはい、あの忍者タートルズ、はいはいはい、タートルズの、うん、着ぐるみ借りたことがあったんですよそれで私が来たんじゃないよはい、はい、セゾンテレビっていう番組を昔やってまして、あの渋谷の西部の館内放送、はいはい、それで、東方東亜で忍者タートルズの、うん、タートルの、その亀、うん、亀忍者の、はいはいはい、あの着ぐるみ借りて、うん、それで、マリオンの前でその映画の話してたので、後ろにこう亀がいるわけそしたらちょうど対面小学校の下校時に会っちゃって、子供たちがみんな亀だって言って走ってきて、コール剥がそうとしたりとかでもうこれこれ返さなきゃいけないんだからダメだよみたいなひでえ話とてもいい環境だ、ね、うん、なんてことがありましたが、はいはいはい、あなたたちももうきっといい大人になっているでしょうね。まあまあまあね、忍者タートルって昔の方のタートルですな、はい、昔の方の、はい、長くて長い前振りになってしまいましたが、はいはいはい、今日はどうしましょう、今日はどうしようかなって思いながら、うん、順番に行こう、ね、うん、じゃあマンホール、マンホール、はいはいはい、うん、なんかね、最近あれじゃないですか、はい、あれ、ポールか、うんうん、ああいうのがあって、なんかそういうなんか、パニックものかなとか思ったんだけども、うん、そう一筋縄ではいかないでしょ、ではいかない、だから、うん、まあ明日結婚式、はいはいはい、主人公ね、はいはい、で、まあでも監督はさ、熊切くんだからね、熊切さんだから、はい、熊切くんが監督なのでまあ私の男熊切和義って書いてあるけれども、うん、あれっすよ、私たちにとってやっぱり鬼畜大宴会の、まあまあそうですよね、うん、熊切監督なので、はいはいはい、ね、うん、でですね、酔っ払ってみんなでまあ歓迎会っていうか、うん、なんかそうですよ、ね、うん、でその帰り道に、うん、穴に落ちた。穴に落ちた。酔っ払って穴に落ちた。酔っ払って穴に落ちた。動きがした。動けない。しかも動けない。で、携帯もつながらない。うん、あ、携帯つながるんだ。あ、つながる。携帯はなんとかつながるの。うん、だけれども、うん、その元カノとかにこう連絡を取るんだけれど、そうそうそう、その、で、渋谷のあたり、うん、で、この辺でそんなに歩いてない。うん、で、気がついたら、うん、その、穴の中、どうやっても上がれない。そう。さて、うん、っていう。
しかもなんか微妙におかしいぞっていう、そう、だんだんおかしいぞになってくる、うん、でこの辺りにいるはずって言うんだけれども、うん、元カノ探しに来てくれる、うん、だけどもそんな穴はない、うん、で警察にも連絡した、うん、だけどその地元のおまわりさん、派出所から来たおまわりさんもそのそんなところはないようだ、うん、工事現場のなんか、うん、あの穴かもしれんとか言うんだけども、はいはいはい、でおかしいぞと、うん、でもしかしたら違う場所、うんうん、なんか分かんないけど気がついたらそこだったから、うん、っていうね、だから単なるパニックもんではなく、うん、なんか微妙に次元の匂いがするっていう、そうそう、うんうん、でどうしたら助けてもらえるかって、ここからがねその SNS の今の話で、うん、でその助けを求めるわけ、うん、自分のアカウント取ってツイッターに、でだけど野郎が落ちただと、うん、きっとみんな探してくれないかもしれないから、うん、女の子、はい、あそしてそのアカウントを作って、でその発信する、助けてって言って、でいろいろだからヒントも出していくわけ、もしかしたら自分をなんか面白く思ってない人がいるかもしれないとかっていう、はめられた可能性があるという、でまあそのだんだんその個人情報みたいなものまで出てきて、さあどうするっていう、まああんまりその先いろいろ喋りたいけど喋れないとこもある、でまあその主人公もなかなか一筋縄ではいかない性格みたいな、うん、とか、うんうん、なかなかいろいろ楽しいあれですよね。そうです。で、まあね、その雨が降ってきたりとかさ、はいはいはい、なんかいろいろ、下水がなんか染み込んできたりとか、はいはいはい、でネズミの死骸があったりとか、うん、怪我をしている、うん、ってことはなんかちょっと、うん、そのすごく危険かもみたいな。はいはい、果たしてその穴から出られるのか、うん、助けは来てくれるのかっていう、うん、まあそんな話ですね、うん、はいはいはい、なかなかこれはねジェットコースターですね、はい、うん、あのマンホールだけども、そうマンホールだけどね、うんうん、まあ熊切さん、うん、どうなんだろう、でも本当にみたいな、まあでも脚本がやっぱりこの、うん、ね、あのマスカレードホテル、そうです、うんうん、だからやっぱそれなりにちょっとエンターテインメント性というかね、うんうんうん、そうで、さあどうするの、そのね、うん、はいはいはい、展開についてはなかなかもうこの辺までしか言えないから、うん、あれなんですけども、なんかいろいろと面白いこともありそうですね、ありますよ、だからまあとにかく、ね、はいはいはい、生き方には気をつけないといけないっていうね、ね、うん、あんまりダンボール落ちることじゃないですけどね、まあ、うん、足元ちゃんとね見て歩いた方がいいよ、はいはい、そうですね、ね、というわけでマンホール、はい、マンホールで、はいはい、で次は、そしてどっち行こうかな、じゃあ別れる決心まず行く、はいはい、パッチャヌクの最新作、パッチャヌクの最新作です、別れぬ、はいはい、これですね、ちょっと別れる別れる決心、はいはい、イミシンのタイトルですね、うん、これもう気になりますけど、どういう話なんですかこれ、これも、この間ほら、パーフェクトドライバーの話したじゃん、はいはいはい、あの時に脱北者が主人公のドライバーは脱北者ですっていう、はいはいはい、でこの映画はここに、うん、まあ、このイミシンのねちょっとあのビジュアルがあって、手錠でつながれている刑事と、うん、はい、まあ、容疑者っていう、はいはい、まあ、関係、うんうんうん、あるいはその非常にその疑いの強い、うん、はい、容疑者っていうか、その女性っていうか、うん、その、あるその事件がっていうか、その、石の山って言ったらいいのかな、うん、もうこんなそびえ立つような、うん、こんなその山ですな、山っていうか、はいはい、そこから転落して中年の男が、うん、そのまあ落ちてた、うん、というで転落死、多分その事故か自殺ではないか、殺人とかではないに違いないと、はいはい、うん、まあ事件事故か自殺かで処理されるようなあれだったら、まあ、あの韓国の地方都市なんだ、うん、はいはい、それでそのでこの刑事ですね、担当の刑事、はい、でその、彼女は最初はだからその娘かと思った、その死んだその彼の、はいはい、ってぐらい年が離れて、実は奥さん、で中国人であると、はい、うん、中国からやってきて、うん、でそのどうもそのだから、密航に近い形で、あ、はい、韓国に入って、で、その時にその船に乗っていた仲間たちはほとんどがもう強制送還になったけれども、うん、彼女だけ残ることができた、でそれはその役人をしていたその亡くなった旦那の力がどうもあったみたい、うん、でまあ、彼らは結婚して、うん、で、まあ、一緒に生活していたんだけれどもって、うん、
でいろいろ調べていくとあんまりうまくいってなかったみたいとか、はい、あるいはその男が結構その DV だったとかっていう、うん、だけれども彼女のアリバイは完璧だし、うん、でも何か変だなっていう、うん、と思いながら彼女にその、うん、最多者なんですよこの刑事も、うん、惹かれていくんだよね、はいはい、で彼女もまたその何かやっぱりその、うん、気持ちが動いているみたいな、うんうんうん、っていうその微妙な、うんうんで関係性がだから、うん、結局そこの、うん、まあ当然惹かれつつあるけども、うん、どっかそこの事件の匂いはしたまんまで、うん、でまあ事件もまあ他にもいっぱい事件が起きているので、うん、もうこの捜査はこの辺で打ち切りみたいなことにもなるんだけれども、うんうんうん、でもそのお互いの気持ちとかもそうだしだんだんこの距離も近づいてきてしかもその旦那死んじゃってるわけじゃない、でその刑事は刑事で、うん、まあもう一つ奥さんとうまくはいはい、言ってないで単身赴任なんだ、うん、ものすごい時間をかけて、うん、その彼女のところに、うん、その通うのね、うん、単身赴任っていうか彼女の方がその新しい職場原発で働いてんのよ奥さんはまたなんかちょっと一つなんかすごい、うんうん、要素ぶっ込んできましたよね。そうで原発で働いていて、まあ、科学者なのかな、うん、なんかまあそういうすごく専門的な仕事をしている理数系の、うん女性、うん、で娘もすごくその理数系 の、 出てこない写真でしか出てこないんだけれども、うん、その女の子でっていう、うん、高校生くらいかな。でまあ、もう一つその、まあ、家庭がうまく回ってないみたいなところへ、うん、本当に謎めいたその女性が現れるっていうね、ここにね、惹かれ合う刑事と容疑者は一つ目の殺人で別れ、二つ目の殺人で再会する。一、うんうん、まあ、つ目の殺人 でところがまあずっと、まあ、大きなそのボリュームっていうかなんだけれども、うんうん、まあそのいろいろあってまあ別れて、ところがその原発に勤める奥さん の、 その、うん、が住んでいるその海辺の町にその刑事引っ越してくるわけ、まあ、精神的にも結構いろいろ、まあ、その事件のあれこれ、うん、その真実みたいなものをこう見えてきちゃって、うん、でその奥さんと一緒に暮らすようになるんだけれども、そこでだよ、うん、また会っちゃうんだよ。ああ、うん、そこでなんか2つ目の殺人事件が絡んでくるっていう。で、うん、2つ目の殺人事件で、うん、でこれもかなり苦労みたいな、はいはいはい、展開で、うん、もう本当にその身動き取れなくなっちゃうっていうのかな、はいはいはい、でもその謎解きとかその彼女のアリバイを崩していくっていうか、うんうん、そのもうその捜査としてというよりも自分のその、うん、はいはい、興味というよりはそれを明らかにしないとダメだみたいな感じ、うんうん、で彼は彼で結構神経を病んでるのね、うんうんうん、でその上での出会いだったから、まあ、さらに複雑っていうか、うん、でまあ、本当にその、まあ、なんて言ったらいいんだろう、アクションなのかそうではないのか、うん、みたいな、はい、うん、で彼の判断は正しいのか正しくないのかっていうのは彼自身も自問自答ずっとし続けているわけ、うん、エリート刑事なんだ、はい、最年少で警部になったっていう、うんうん、だけどいろんなことでこう揺らいできてしまう、はい、うん、すごくそれ聞いてると本当になんかパクチャミス、ね、特にオールドボーイとかあの辺のそうそうそう、だからああいうその暴力性とはまた違う、うん、精神的にじわじわこう締め付けられるみたいな、まあまあ、うん、感じで、うんうん、なるほど、うん、面白いよすごく、うんうん、これもちょっと長尺なんだけれども、はいはいはい、うん、でも確かになんか、うん、そこで分かる決心っていう、うん、そのタイトルがちょっとまたね、うんうん、これ意味深なねタイトルで、うんうん、一体何に分かれるのかっていうところもね、そう、何と分かれるのかみたいな、はいはい、あのだって最初の事件もそうだし、うん、結局その関係性っていうのもあるわけじゃないですか、うんうん、どこ何を持って分かれる決心なのかっていうところもまたこれポイントじゃないですか、うん、まあね、とてもパクチャヌクらしい、うん、はいはい、ある意味意地悪な、うん、映画でもそうですね。あるね。うん。
いやこれ面白いよ、ぜひぜひ、うん、本当になんかこう今日は、うん、今回はね熊切さんとかパクチャの人とか、うん、またそこら辺のまたこの意地の悪そうなちょっとこのサスペンスが続きますよね。でですね、うん、もう一本、これだな、ちょっとあの毛色は変わりますが、劇場版選挙なんです。なんかすげえふざけたタイトルですね、はい、これ昼でなんですって番組とかをやっている、うん、そのあーダースレーダーさんとプチカシマさんの、はいはいはい、劇場版の選挙についてのドキュメンタリー、はいはい、ラッパーと芸人のね、はい、コンビによる、うんはいはい、でプロデューサーは大島新監督っていう、はいはいはい、で、うん、その香川のここにね、うん、ここに小川淳也監督なぜ君は総理大臣になれないのかっていう映画が、はい、2020年これ大島監督であって、うん、でまあここから始まるんだけれども、その小川淳也議員は、うん、その香川で香川一区で毎回立つんだけれども、はい、必ず負けると、うん、そのなぜかっていうと、うん、そのここにもあるように地元でシェア6割を誇る、うんうん、四国新聞の大内一族である、うん、平井卓也氏は、はいはいはい、ね、国会でワニの動画ですよそれからデジタル大臣ですよ、はいはいはい、その後の、うん、でそのまあ、うん、絶対的なその権力っていうのかな、うん、力、地元でのある、うん、そのまあ彼といつもその対決をしてるんだけれども、はいはい、でその選挙を、うん、最新の2人がぶつかり合う選挙を見に行こうと、うんうん、いうとこから始まるの、はいはいはい、うんうん、でそのまあ何でも見てやろう、何でも見て伝えようっていう、うん、その好奇心、うんうん、でそれともう一つ、うん、その一番新しい選挙、今年の夏の選挙あったでしょ、はいはいはい、で香川の選挙一つ、それから、うん、去年の、うん、選挙、夏の選挙ね、はいはいはい、うん、がまあ2つなんだけれども、うん、それでその、うん、多分ねその選挙を追うドキュメンタリーになるはずだったの、うん、そのまあなぜ勝てないのか、うん、今回はどうなのかっていう、はいはい、でその香川一区という特殊な場所、うん、まあ、もしかしたらそのいくつもそういった地域っていうのは日本にはあるはずなんだけれども、うん、まあそうですよね、絶対にその自民党の議員が勝つようになっているみたいなね、で、まあ、その展開はどうなるか、まあ、もちろん選挙の結果皆さんね分かっているからあれなんだけれども、はいはいはい、でもう一つその2022年の参院選7月にありました、うん、でまあその菅直人とか、はいはいはい、追いかけるわけよ。そう、はいはいはい、で菅直人は、うん、でその菅直人が大阪に現れる、うん、っていうのは維新で大阪が一色になりそう。あ、まあまあまあ大阪強いですよね、一番 で、はいうん、でその菅直人は去年のな年明けくらいから、うん、維新は危険だって言って、うん、維新についての証拠ブックレット出したりとかして、はいはい、もう一人でその戦っているみたいなで、立憲民主党っていうのはほら非常に微妙な党でしょ。そうですね、ちょっと結局やっぱりね、必ずしもリベラルな人たちばっかりでは、うん、元がだから、うん、結局旧社民党とかいろんな自民党の反主流派とかいろんなところが混じってやっちゃってで、うん、結局まあ以前の要は民主党政権の時も、うん、結局やっぱそこら辺の力関係の問題で結局崩れちゃったところがあるじゃないですか。でその、まあ、菅直人が突出しちゃっているで、そのリベラルであるべきだっていう、うん、でもそれに対してどうもその、うん、利権の上の方は面白く思っていないんじゃないかとか、はいはい、ってことをもう突撃して、うん、直接その、うん、利権のその菅さんはじめ聞こうみたいな感じで追いかけ始め始めるんだけれども、途中で菅さんよりもやっぱり辻元の方が面白いとかいろいろその
うん、事情も変わってくるっていうか彼らの興味っていうか、はい、もうとにかくそう会いたい聞きたい、うん、だからそのさっきの香川の話にしても四国新聞には全然その小川淳也監督のことを取り上げていても、うん、その本人のコメントを取ってない、うんはいはい、これは何でですかってもう突撃して聞くわけまあまあまあでも分からなくはないですけどそう、うんうん、だけど答えてくれない、はいはいはい、で文書で送ってくれとか、うん、で文書で送ったらば本当にこうその問題はありませんっていう一言が返ってきたりみたいな、でなんですよ。でその多分2つの選挙についてのドキュメンタリーになるはずだったの、うんはいはい、ところが、7月のこれ8日になるのかな、あの事件ですね奈良の、うん、安倍元首相がその銃撃されたと、はいはいはい、でその日はそのいろんなその彼らは関西にいたんだけれども、うん、いろんな議員たちが、うん、その演説を取り消したりとか、はいはい、キャンセルしたりとかいろんなことを、うん、もうそれぞれ混乱して、うん、Facebook でその安倍首相とは仲が良かったんだよみたいなことを、うん、早々に取り上げるアップする自民党議員もいたりとかっていう、はいはい、もうそれぞれの7月8日があって、はいはい、で何よりもそのニュースをそのダスタンたちが大阪のホテルで知った、うん、っていうのはその日昼からあのいつもの配信の番組があったわけ、うん、でそのニュースを聞いて、うん、もうとにかくそのどうしたらいいんだろう的な、うん、そのなんだろうもう本当にこうヒリヒリするような時間がそこに映ってるのね、うんうんうん、まあ確かにだって、うん、ある意味日本の、うん、まあ戦後の建設史上、うん暗殺事件なんてのは本当に、うん、あれぐらい浅沼委員長の殺事件以来、ねねあうんまあ、新井翔慶さんとかも確かにあったけども、うんうんうん、でもここまで元首相が、うんまあ、暗殺っていうか銃撃されて、まあね、亡くなるっていうのはね暗殺ではないですけど確かに、うん、ただ銃殺されて亡くなるっていうのはね、うん、それは想像だにしなかったことだし、うん、だからそのこの映画にね、その、うん、あのね、このロゴもそうだけれども、うん、ここにね、その選挙はお祭りだって、はいはい、祭り林だって言ってるの、うん、ところがあの一瞬でそうじゃなくなっちゃったわけ、うん、でそのもういろんな人がその演説やめるところで、うん、辻元議員だけはやると辻元さんだけはやるっていうんで、はいはいはい、でまあそれを追いかける、うん、でもその辻元さんが話している彼らに話している途中で、うん、安倍首相元首相亡くなったって、うん、あの耳打ちされるのね、はいはい、でその辻元さんの一部始終、うん彼女が動揺してでそのもう言葉もなくなってっていうすっごい生の部分が映っていてそれはダスさんたちの生の部分もそうだしあの日みんながあの事件をどう捉えたのかってこれはその映画この間あの、ロフト9でやったのねでその時の後 の, そのトークの時も言ってたんだけどもやっぱりこれはきちんと残さなければいけないと思ったっていう、うん、だってまあ当然生前の安倍さんっていうのは、うん、まあ、あの立場的にどうしても否定されたりとかいろいろあったけども、うん、でもそれにしてもやっぱりあ日本の当然政治あってはいけない、あってはいけないことだからそれは当然、うん、何がどんな人物であろうと そんなあの暗殺っていうか、うん、そういう結果で殺されるっていうことは、うん、まああっちゃいけないことだからそれは。たとえそれが性的であろうと何であろうとやっぱり、うんうん、受ける衝撃ってのはそれはでかいとは思います。だからその衝撃をきちんと残したかった、うん、でこの映画すごいなと思ったのはその後ほら、うん、統一教会との関係とか出てくるじゃない、はいはい、そういうことの上書きは一切してないのね、はいはいはい、その日こういうことがあって我々はこう感じた、うん、それから周りの人たち選挙に立ってた人たちそのスタッフたちはこのように反応して、うん、このように感じたようだってことをきちんと、うんうん、もう本当に現場のリアルな感情をうん、だからこれは本当に貴重なそのフィルム、ねうん、あの映画だと思うし記録だと思うし、うん、まあでもその最後 の, そのクレジットで「萩生田が」とかって歌ってるけどね、うんうん、なんかね、うん、本当にだから。これはあの本当なんか選挙のエンターテインメントドキュメンタリーかなって思って見て、うん、そうすると本当にこの、うん、この2人にしか残せなかった、はいはいうん、その
もちろんその監督とか、うん、カーンの監督いやいやそのプロデューサーであったりとか、うん、まあ、そのたくさんの人が作っているわけだけれども、うん、もう本当に今の、うん、そう今の日本というかを切り取ったすごい映画だと思う、うん、はいはい、これはねぜひ見てほしいです。うん、うん、まあ確かにあれですよね、うん、このそういうところに敏感な2人だからできた作品っていうところありますよね、うんうん、で敏感な2人が作った、うん、でそのやっぱりその残さなければいけない、はいはい、うん、今の日本だよね、うんうん、あの夏はどうだったのか、うん、でそしてその続きにある今がどうなのかってい う, そ う, そ う, そうだから、うん、もしかしたらまたねこの続きが、うん、あるかもしれないってことも言ってたし、はいはい、そういった形でなんか見続けてもそうです、ね、今だって本当に選挙が結局なんかおかしなことになってるわけじゃないですか、うん、あの、うん、まあね、なんか変なのが、まあ、あえて変なのって言いますけども、うん、変なのが結局 あの当選しちゃって、うん、でなんかそこでなんか政治的なもん以前で問題になってなんか騒ぎになってるみたいな。いやもう本当にだからいろいろ本当にありすぎて、うん、だって、うん、その立候補してさ、うん、その当選したのに出てこないってどういうこととかってあるよね。そうそうそう、うん、ね、まあ、本当にねいろんなことを考えたくなる映画だし、はいはいはい、考えなければいけない、選挙には絶対行かなきゃいけないって、うんうん、思う映画でもあるし、行かなきゃいけないし、うん、あと人気投票じゃないんだよっていう、そう人気投票じゃなくて、うん、それにちゃんとだからそう当然行くのは当然なんだけども、うんうん、そこでさらにそこをもうちょっと先考えようよっていうところがあるわけじゃないですか、うん、今そう、うんうん、だからねそういうことをちょっと定義する映画、うん、定義する映画としてね、うん、ちょっと、まあ、そうですもうね本当、うん、だけど面白いよ、はいはいはい、まあまあなあこの2人だから、まあ、それはねもう、うん、もう最高の、うん、最高の2人っすよもうちょっと惚れ直しちゃったな、はいはいはい、うん、なわけで、はい、選挙なんですは、2月18日からだからもう公開中、うん、ね、ですね、うん、なのであ、ごめん今週末今週いつ撮ってるか分かっちゃいますね、はいはい、もうね、ちょっとぐちゃぐちゃになって、はい、あのいろいろ収録ぐちゃぐちゃになってますので、はいはいはい、今週末の土曜日からの公開です、はい、シネクリーンとポレポレ東中野、はいはい、これみんなで見てちょっとね、その後いろいろ話したくなる映画だと思います、はい、なわけで、今回は、この辺で2回目だったんだね今日ね、はい、なわけで、3回目もありますので、だって この中野皇帝さんこの熊切和義パクチャルトってこれプチカチマっていう、はい、ね、いつもこのように ね、はい、バラエティに富んだセレクションでお送りいたしました、紹介してほしい映画とかこの話聞きたいとかありましたら、うん、この辺に何か出してね、ちょっとねいろいろとね、さっきもちょっと話してたんですけどね、うんうんうん、ちょっとマーブル映画とか本当にやりたいんですけどね、そういろいろとねなんかね、うん、いろいろ試写場のリストとかさ、うん、整理されちゃってる感じするよね、はい、あとマーベルは基本的にあの直前しかやらないからなかなかここで決められないんですよ、なんかね、もうちゃんと紹介してくれない人には、うん、なかなか見せてくれないみたいな展開も、ね、ね、最近多いのでね、はいはいはい、はい、ね、なんかね、やりたいですね、ね、やりたいです、アントマンとかね、はい、なわけで、はい、また次回、それではまた、はい。